はい、皆さんこんばんは。みつるの日常でございます。久しぶりかな、多分あの Vlog みたいな感じで動画を回すのは。多分有機んちに行った時の動画を上げた日以来だと思うんですけど、まあ1週間ぶりか。今日はですね、6月14日の、金曜日で、もう夜の、9時を回ってるところなんですけど、夕方ぐらいにトレーニング、今日は肩かな、肩オンリーで、終わらせて、これから東京の西葛西の方かな、泊まりに行くんですけど、まあなんで泊まりに行くかっていうと、明日 APF の、大会をちょっと自分のね、いつも SNS でちょっと仲良くしてる方が、出るので、それをね見に行こうかなと思って、まあちょっと当日ね、朝早く起きていくのめんどくさいんで、今日ちょっと急遽ホテルを取りまして、これから向かおうと思います。セブンでちょっと今日の夜ご飯を買ったので、これはホテル着いてからゆっくりね今日食べようかなと思います。はい、ということで今ホテルに到着しました。10時6分ですね。で、駐車場をここのホテルの下のところに止めたんですけど、なんか予約制だったみたいで、空いてたからねさっき止めたんですけど、ちょっと今から近くのコインパーキングに車をちょっと移動して、で今日はもうトレーニング昼間軽くやったんで終わりでいいかなと思ったんですけど、なんと、ここホテル出てすぐ近くにゴールドジムの西葛西東京店かなあるんですよ。だから、まあ、今からトレーニングするかすごい迷うんですけど、まあ、せっかくね来たしね、ちょっとやることも正直今日全くないので、まあゴールド行ってもいいかなとか思ったり、ちょっとしちゃったりしてますね。もしかしたら今から行くかもしれないし、行かないかもしれないんで、ちょっとそこはわからないんですけど、はい。ちょっととりあえず駐車場、違うとこ移動しないといけないんで、それをね、先にやっちゃいます。あ、そうだ、ご飯ね。ご飯入れておかないと。ホテルに泊まるのが結構久しぶりですね。多分、まあ前までしょっちゅう泊まってましたけど、今はねなかなか泊まる機会がないので、なんか新鮮な感じしますけど、ちょっと今日の夜ご飯は後で紹介します。結構ボリュームがあります、今日のご飯は。レンジあんのかな。あ、いいか。今からちょっと駐車場の移動と、あとはゴールドジム行けそうだったら行きます。はい、ということで今トレーニング終わりまして、ホテルの近くまで戻ってきました。でもゴールドジムまで歩いて本当に多分3分ぐらい。今日は一応ね昼間に肩トレやっちゃったので、まあ、ベンチプレスとかもあんま重量が持てなかったんで、軽く5種目ぐらい、まあ、マシンメインでやりました。で、軽く腹筋やって、まあ本日の2部トレ終了という形で、これからねちょっとホテルに戻って、お風呂入ってご飯を食べたいと思います。それでは帰りましょう。
さっきねちゃんと紹介できなかったんですけど、今日はここに泊まってます。はい、逆光でちょっと見えにくいんですけど、近くに焼き鳥かな、多分炭火焼きの居酒屋があって、めちゃめちゃいい匂いするんですよ。もうここまでに寄ってくるんで、すごいお腹空いちゃうんですけど、さすがにね大会近いので今日は飲みには行きません。また終わったらね、いっぱい飲みたいと思います。ホテルに帰ってきました。 あまりね大きい声出すと怒られちゃうんでね、静かにね。よいしょ。はい、帰ってきました、ホテルに。いや、部屋涼しいな。これからちょっと、まあお風呂入って、そっから食べようかな。だから、今、日付変わって15日の土曜日の12時半ですね。まあ、1時半ぐらいには、今日寝たいですね。なんか髪の色ちょっと変わった気がするんだよな。気のせいか。そうで、明日、朝ね、ちょっと、不本意なことに減量中なんですけど、朝食をね、はい、これ、多分、急いで今日ホテル予約取ったんで、朝食なしにしたつもりだったんですけど、朝食付きでね、予約しちゃったんですけど、なんか和食っぽかったんで、朝食べてもいいかなと思って、起きれれば。起きれればね。だから、ちょっと行こうかな。まあご飯とね、多分お惣菜って感じだから食べれなくはないと思うんでね。ちょっと食べれそうだった、まあというか食べれそうだったらっていうよりは、多分朝起きれたらっていう感じなんですけど、起きれたらね行きます。お風呂に入ってます。見ればわかるか。普段結構時間がねあんまり取れないんで、ほんとゆっくりお風呂浸かるってことないんですけど、今日から一応3日間休みかな、3連休みたいな感じなんで、本来だったら多分もう今日の夜か明日の日中には広島に向かってたんですけど、出れなくなったというか、まあ、自分でね、ちょっと今回は危ないなってことで辞退したんですけど、まあまたいつかね、そういう地方の大会にもパワーの方で出たいし、まあ、一番手っ取り早いのはね、ちゃんと千葉県で勝って全国大会とかにしっかり自分のね本来出てる階級で出れれば一番それがベストなんですけど、今回はね厳しかったですね、やっぱり59まで落とすのは。はい、ということで今お風呂上がりました。暑い。今日のね夜ご飯ちょっと紹介してなかったんですけど、大根おろしと豚しゃぶのサラダ、こちらと、あとはよくね食べるんですけど冷やし中華ね、はい、冷やし中華と冷やし醤油ラーメンですね、はい、これね意外とカロリー低くて脂質が 4g しかないので、結構ほらラーメンってこう聞くとカロリーがね高いんじゃないかっていうイメージなんですけど、これは低いので、はい、買いました。で、デザートもっちりわらび餅ですね、はい、まあ和菓子だしね、すごく食べやすいので買いました。明日は、10時チェックアウトなんで、まあ9時か9時半、まあ、早く起きれればちょっとね、朝ごはんね、チケットあるので朝ごはんちょっと食堂で食べて、そこから向かおうかなと思ってます。はい、ミスタードーナツをね食べたいということなんで、その大会出る方がちょっとホテルのすぐ近くにあるのでミスド買って、でまあ車で会場向かって、まあ、ちょっと最後までいるかわからないんですけど、まあ自分がこう入れるタイミングまでちょっと大会をね久しぶりなんで見るの、まあ刺激もらうためにも、コンテスト観戦して、でまあその後トレーニングしてって感じになるかな明日は。
ちょっと今日はね、今からご飯食べてすぐにちょっと寝たいので、この辺で動画ちょっと締めようと思います。久しぶりにちょっとね、一日 Vlog 回せたんで、またね、タイミングあるとき、しっかり回したいと思いますので、皆さん、よろしくお願いします。